なたが話してた古い映画の一コマにこんな場面があったねと笑いもせずに言った人帰る時間よ行きなさい待ってる人がいるんでしょう知らないふりしてあげるから言い訳しないで行けばいい疲労遠くはいつだって恋愛映画のようだけどラストシーンは今日もまた少女の好きな目のドラマ The End